焼き鳥かなんかないですか、焼き鳥。普段は節約中心な生活なんで。焼き鳥残りましたよね、ちょっと。なんかエキスとか。あ、お願いします。今日は大宮で本読んでました。休みでした。休みでした。トランプ氏の差別的な言動やセクハラ疑惑などについて尋ねてみています目立った産業がなく人口の減少が続くヒルスボロ。こうした政治的に見捨てられた時ではトランプ氏への支持は今なお高いままです。一方、ミシガン州のデトロイト、ここもトランプ氏が大統領選で勝利を収めた地域ですが、トランプ氏が大統領に就任して1年、アメリカ社会の分断が進んでいるようです。そして、この1年ではできなかったことというのもたくさんあるんです。ということで、今夜のゲストはあやさんです。はい、いくつかあるんですけれども、まずはですね、こちら、大統領を支える高官が相次ぐ辞任や退任。